嘘が家族を殺した。お父さん。嘘が僕から全てを奪った。幼い頃、家族を何者かに殺された天才詐欺師。しかしそれは仕組まれた殺人事件だった。見つけちゃったよ。あの時の息子が現れた。私に任せてください。会社にとっても大事な時期ですので。一番簡単に会えそうなのは娘かな。大丈夫ですか？私そこの病院の医者なんで。西野さん。秋田兄さんが見つけてきた経営コンサルタントだそうです。あの男は何者だ？一人の天才詐欺師が復讐の鬼へと姿を変えた時、壮絶な復讐劇が始まる。関わったせいに晒し出して破滅させてやるよ。嘘の戦争、1月10日火曜夜9時スタート。何が目的だ？さあ何のことですか？